8時40分、駐車場に車を止めました。本日は、先月も来た土浦市場に、土曜日限定のマグロ食べ放題を再度食べに来ました。今日が、今年最後の営業ということもあり、混んでいると想像していましたが、意外に空いていました。なお、変態くんと一緒に来ているため、先に並んでもらっていました。6分ほど並んで、私の購入する順番になりました。購入した食券はマグロの食べ放題です。変態くんに先に席を確保してもらっていましたが、前回みたいに席が全くないような状態ではなかったです。料理も食券を渡せばすぐに出してもらえるくらいでした。前回は食券を出してから呼ばれるまで20分くらいかかりましたが、前回は花火大会もあり特別だったのですね。無料の惣菜を取りに来ました。今回のあら煮も肉厚です。ひじき煮ももらえます。冷たいですが、こんな寒い日には温かいお茶が欲しいですね。漬物ももらえます。最初は3品盛りです。アナゴ、サーモン、ミル貝かな。サラダの上にはエビが乗っています。ご飯です。あら汁ですが、すでに冷えていました。あら煮です。つぼ漬けです。いただきます。握り寿司も新鮮で美味しい。で、正直回転寿司と比べて新鮮さや味の違いは分かりません。でも美味しいとは思います。
で食べ応えがあります。前回に比べて青魚特有の匂いが強みなので、おそらくこれはカツオかなって思いますが、実際はブリかもしれません。最初に出されるマグロも日によって違うみたいです。今回は前回美味しかったビントロはなかったです。でもなんといってもこのネギトロが一番うまいです。近所のスーパーでよくネギトロ巻きを買うのですが、それと比べても美味しいのがよくわかります。このネギトロ食べるだけでもここに来た甲斐があります。今回は最初のご飯も美味しいです。変態くんはすでに刺身やあら煮のおかわりをしているようです。なお私のお茶のコップが2つあるのは、変態くんが気を使って持ってきてくれたからです。おかわりをもらいに行きます。おそらく右からマグロ、つけマグロ、カツオのたたき、ヒラマサワ、ふくらぎ、ネギトロです。すべて入れてもらいました。わさびも入れてもらいました。そしてご飯ももらいました。最初にカツオのたたきを食べたのですが、これがものすごく美味しかったです。やっぱり市場の魚は違うのですね。身がとろけるようで今まで食べたことがない美味しさでした。変態くんは2回目のおかわりでカツオのたたきばかりもらってきていました。おかわり分を完食しました。これで前回と同じくらいです。今回の目標は前回以上に食べることです。お腹は大丈夫なのですが、体が寒さについていけてないです。体が冷たい刺身を食べることを拒絶しています。ちょっと迷ったのですが、2回目のおかわりに行きます。ご飯を4分の1程度入れてもらい、その上にネギトロを乗せてもらえるように頼みました。今動画編集していて気がついたのですが、ビントロが追加されていました。写真は撮り忘れましたが、ミニネギトロ丼の完成です。ご飯が温かいのでこれならまだ食べれます。ただネギトロは少し凍っていました。やっぱりこれは甘い。次来た時は
大盛りでネギトロ丼を頼もうかな。次来るときは冬以外がいいですね。夏は夏で冷房効かないでしょうから、気温が暑くて食べられないかもしれません。変態くんが食べ終わるのを待って席を立ちます。ごちそうさまでした。9時30分食べ終わった後、外を見たのですが、行列がそれほど長くなかったです。この動画が気に入っていただけたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。